おはようございます。おはようございます。今日はですね、久しぶりのところに来ました。山道のある林と言いましょうか。リエさん、まゆちゃん、おはようございます。山道のある、林ですね、そこに来ました。はい、ごめんなさい、ちょっと、はい、モークさん、タイさん、おはようございます。ユウさん、アイポンさん、ジャンクさん、おはようございます。ちょっと、すごく爽やかな、森なので、ちょっと周りを見ていただきましょうね。今朝は雨がちょっと降って、少しこのしっとりとした林ですね。しっとりとした林です。エチさん、おはようございます。福岡さん、おはようございます。今日は土曜日で夜の放送はありません。明日の日曜日はペンテコステの日曜日です。ペンテコステ、まあ、イースターが、まあ、復活祭がとても大事な、記念日ですが、2番目は私はペンテコステだと思うんですね。クリスマスよりも、クリスマスよりもペンテコステの方が大事ではないかと考えます。ルルさん、おはようございます。世の中ではクリスマスが一番、知られています。信仰のない方も、クリスマスはお祝いするでしょう。しかしイースター復活祭のことはあまり知られていません。ましてやペンテコステのことはなおさら知られてないのです。ですから皆さん、その知られてないペンテコステがとても大事だと思います。リュビさん、おはようございます。ゆきひろさん、今日も笑顔で良い一日をお過ごしください。ジャンクさん、令和初ペンテコステリバイバルを送るといいですね。そうですね、ペンテコステ、まあ、ペンテコステイコールリバイバルと言ってもいいでしょう。日本のリバイバル、日本のペンテコステ、とても、待ち遠しいです。リュービさん、クリスマスはどう過ごすんですか。クリスマス放送ですね、クリスマス放送をします。今日のタイトルは、罪とは神の愛がないことだったんだ。罪とは神の愛がないことだったんだ。私たちは信仰を学んでますが、特別に神の愛を学びます。神の愛を学ぶということは神を学ぶということなんです。神は愛ですとあります。神は愛です。つまり私たちは神様を学んでいるわけですが、神の愛を学ぶことが、神の愛を学ぶことが、神を学ぶことになります。そして神が愛ならば愛を学ぶことになります。では、目に見えない愛を、目に見えない愛をどうやって学ぶのか、私たちは本当に神の愛を学ぼうという気持ちが必要です。その私たちは罪も学びます。罪とは何か、罪とは何かということも学びます。私は伝道してて分かることは、多くの日本人は罪が分からない、自分の罪が分からない、どのように罪というものを認識したらいいのか。法律に対する罪はすぐ分かります。犯罪、法律に対して、罪を犯す、犯罪を犯す、それはよく分かります。でもそれは
ルールに対する罪です。でも罪の本質は何でしょうか。罪の本質をですね、わかりやすく説明する方法が、愛、神の愛がないことだったんだ、罪とは神の愛がないことだったんだということなんです。盗むことは愛がないということです。嘘をつくということは愛がないということです。父母を敬わないことは愛がないことです。人を殺すことはもちろん愛がないことです。ですから姦淫すること、皆さん姦淫もですね、愛がないことなんですね。信仰結婚が愛があることで、不貧困や不倫は愛がないことなんです。ですからなぜ不貧困はいけないのか、なぜ婚前交渉はいけないのか、それは愛がないということを皆さん知れば、ああなるほどと思うかもしれません。お石さん、おはようございます。太陽さん、ハレルヤ。タイさん、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないものです。愛のないものに神は分かりません。サブレさん、罪というのは的外れ。その罪というのはギリシャ語、新約聖書はギリシャ語で、書かれているんですが、その罪というのはギリシャ語でハマルティアだったかな、ハマルティアというんですね。そのハマルティアというのは的外れという意味がありますですから、罪というのは的外れという意味と考えるのもいいでしょう。しかし、そのどういう的が外れているか、どういう的が外れているかというと、愛がない的ですね。愛があることが的を得るならば、愛があることが的を得ているならば、愛がなければ的外れということになります。皆さん、聖書ではですね、あなたには罪がある。あなたには罪があると聖書では言っています。多くの人は、罪がある、あまり嬉しくないですよね。人間は責められることは嬉しくないし、罪があるというと自己否定される感じがして、自分を否定される感じがして嫌な感じがします。しかしあなたにね、愛がありますかと言われた時に、なんとなくですね、あ、確かに、愛がなかった、愛のない言葉、愛のない態度、愛のない、思い、当然ですね、憎しみとか恨みとか妬みっていうのは愛がないと思いませんか。憎しみが愛の憎しみなんていうのはあまりちょっと想像つかないし、愛の恨み、愛の妬み、愛の復讐なんてあまりですね、全く正反対な感じがしますよね。憎しみと愛が正反対、妬みと愛が正反対ですから、皆さん、罪というのは、罪とは神の愛の正反対であり、また神の愛がないこと、神の愛がないことが罪だったんだ。それでなんとなく罪っていうのは分かると思いませんか。神様は愛に満ちた方、悪魔は愛のないもの。悪魔がなぜ無慈悲なのか、悪魔がなぜ冷酷なのか、愛がないからですね。全く愛のない存在、全く愛のない存在、それが悪魔です。世の中に凶悪犯罪があるのはまさに、その悪魔の仕業だということですね。それでですね、ユービさん、私には罪がない私には罪がない。そうですね、そう思いたいのは分かります。誰でもそう思いたいんです。でもユービさん、正直になりましょう。
私たちは自分に嘘をついてはいけません。私は嘘をつかないということが嘘であり、私には罪がないということが嘘なんですね。花さん、おはようございます。ですから私たちは正直に、自分には愛がなかった、自分は、愛があるように、思っていたけど実際は愛がない、この道が好きなんですけど、この冬は冬でいい道ですが、今初夏ですが、初夏もですね、感じがいいですね。この山道がお気に入りです。モークさん、罪を悔い改めると愛のある行動を取りたくなりました。罪とは愛のないことだと分かりました。アメン。罪を悔い改めるということは、愛がないことを認めることですね。そして罪を認めると、罪を悔い改めると愛のある行動を取りたくなる。アメン。そのポイントが必要です。罪を悔い改めるというのは、本当に愛がないということを知れば悔い改めやすいのではないでしょうか。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。私たちは以前は神の愛を知りませんでした。神の愛を知りませんでした。罪の中にいたから、人間的な愛しか知りませんでした。神の愛知らなかったんです。しかし、十字架を知ってから、神の愛を知ったんです。私たちは、十字架こそ神の愛だということを聞いて、私のために死んだイエス様、私の罪を取り除くために死んでくださった、それは十字架から愛が流れてきて、十字架から愛が流れてきて、私たちが愛を知るようになる、愛を受けるようになる。ゆびさん、牧師はそんなに神にしがみつかなければならないほどの罪があるの？もちろんあるんですよ。もちろん、ゆびさん、全ての人がイエス様にしがみつかなければならないほどの罪があるんです。大罪があるんです。大罪があるんです。私たちはなかなかそれに気づきません。ああ、私はとんでもない、罪があるんだ、とんでもない罪があるんだ。ぜひ、リュウビさんもきっとそのことに気づく時が来ます。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるために、このイエスを君とし、救い主としてご自分の右に挙げられました。そこの場所素晴らしいですね。素晴らしいでしょう。蚊がちょっと多くて、ちょっとここやっぱり蚊が多くて、やっぱりちょっと来にくいかな。ヒットさん、人間は生きてるだけでは罪じゃないですよ。生きてるだけでは罪じゃない。もちろん罪を持って生きるのは罪ですが、私たちは信仰的な生き方ができるんです。信仰的な生き方をすれば、私たちは生きていいんですね。ちょっと蚊が多くてですね、ちょっと居心地が悪いですが、でもいい場所ですね。いい場所です。その放送はですね、このテーマをですね、つながってます。ですから、まあバラバラの時もありますけど、およそこうテーマがつながってますから、皆さんは考えやすいと思います。今はそのペンテコステや聖霊様や神の愛について話しています。ジャンクさん、私もほんの少しですが人間不信でしたが、会社の人に飴をあげたり、心を少しだけ開くようになりました。よかったですね。アメン。素晴らしい。
まあ、世の中でもですね、愛が大事だということはおおよそ分かっています。しかしそのなかなか積極的に愛せないのはやっぱり罪の束縛があるからですね。イエス・キリストを信じて初めて、イエス・キリストを信じて初めて人間の愛ではなく、本当に敵を愛せる愛、敵を愛せるようになります。人間の力は敵を愛せません。人間の愛は敵を許せません。それができるのは十字架だけです。十字架によってだけ初めて敵を愛せるんです。そのことをしっかり理解してください。自分の力では敵を愛せないのです。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。一人の人が悔い改めることは素晴らしいことだということです。一人の人が、ああ愛がないことは罪なんだ、愛がないことが罪なんだ、ああ私は愛がなかった、ああ私は愛がなかった、そのように悔い改めるならば、天で歓声が上がる、天で歓声が上がる、天で、喜びが、湧き起こるということですね。素晴らしいです、素晴らしいです。かなえさん、人にはできないことが神にはできるのです。アメン。人にはできないことが神にはできるのです。皆さん、ぜひですね、その罪というものがまだわからない方は、本当に、愛があったんだろうか、愛があったんだろうか考えてみてください。ルカの 6-35、 ただ自分の敵を愛しなさい、彼らに良くしてやり返してもらうことを考えずに貸しなさい。モーカさん、イエス様がいなければ罪の中で苦しんでいました。生きているうちに悔い改めることができたことを感謝します。アメン。愛がないことが罪なんだ、そして愛がないことが神がいないことなんだ。罪の中で苦しむというのは愛の欠如で苦しむ、愛の欠如で苦しむとも言えるでしょう。愛がなければ苦しいのです。罪が苦しいということは愛がないと苦しいということですね。愛がないと苦しいということです。ぜひ皆さん、そのポイントを理解してください。世の中がなぜみんなが苦しがっているのか、世の中がなぜみんなが、傷ついて悩んでいるか、それは愛がないからだということです。敵を許して敵を愛するならば自分も許されると書いてあります。私たちは、敵を愛して敵を愛して自分の心の傷も癒されます。被害者は加害者を憎むことによってさらに苦しくなるんです。被害者は、加害者を許してこそ、加害者を許してこそその心の傷が癒されるんです。そして加害者を許すことによって、加害者が、悔い改めに導かれると信じます。ユービさん、敵を愛したら弱みにつけ込まれて攻撃されるだけです。リーフさん、そういうこともあるかもしれません、そういうこともあるかもしれません。しかしリーフさん、自分を、自分を守ることも大事かもしれませんが、私たちはまず愛が必要だということです。愛がなければ、自分を本当に自分を守ることはできません。もし憎んだら、憎んだら自滅するということですね。愛の罪ですか、
愛の罪、まあ自己愛は愛ですよね。あ、ごめんなさい、自己愛は罪です。自己愛は罪ですけど、神の愛はもちろん罪ではありません。キティさん、常に人を愛して思いやるのはとても忍耐がいることで、傷つく時もあります。はい、私たちはいろんなことで人の罪で傷つきます。人の罪で傷つきますが、私たちが忍耐強く愛するならば、忍耐強く愛するならば、私たちは、その傷が癒されますし、おはようございます。私たちは癒されますし、また傷つきにくくなると思います。私たちは傷つきにくくなると思います。はい、それからですね、ペンテコステは聖霊が注がれます。油注ぎが、強い油注ぎがあると言っていいでしょう。そしてこのペンテコステや、油注ぎこそですね、愛が強く注がれることというふうに考えると分かりやすいです。私たちは油注ぎを求めます。聖霊様を求めます。それは愛が注がれる。皆さん素晴らしいと思いませんか。ものすごい愛が、ものすごい神の愛がわーっとですね、私たちに注がれる、神の愛が注がれる、それがリバイバル、それがペンテコステ。驚くようなことが起きます。多くの人が神の愛で満たされて、多くの人が癒され、多くの人が解放され、全く世界が変わってしまうのです。悪魔の国から神の国になるんです。悪魔の国から神の国になります。ぜひ皆さん、私たちは、なぜペンテコステを求めるのか、なぜリバイバルを求めるのか、それは神の愛が満ちるためです。私たちの心に神の愛が満ちて、そして神の愛によって人々が変わるためなんですね。ですから皆さん、私たち自身神の愛で生きるべきだし、そして私たちは罪を、その犯さないように気をつけます。信仰というのは、罪を犯さないことですが、それは別な言い方をすれば愛するということですね。愛はすべての罪を覆う。愛はすべての罪を覆う。私たちは人の罪も愛で覆い、また私たちは罪を犯さないためには人を愛する。どちらが愛があるのか、どちらが相手の益となるのか、どちらが相手を励ますことになるのか、これがですね、愛することであり、罪を犯さないということです。ですからネガティブ的にね、悪いことしちゃいけないというふうに考えると、ちょっとですね、立法主義といいまして、なんか縛られる感じがしますが、しかし愛することによって、愛することによって悪いことをしたくないって考えれば、ポジティブ的に良いことができるのではないでしょうか。ポジティブ的に罪を犯さなくなってくるのではないでしょうか。かなえさん、神様から無条件に愛されているので、人参を無条件で愛したいです。その通りですね。私たちは、愛を受けています。愛を受けています。その、愛によって私たちは初めて人を愛せるようになるんですね。イエス様が愛してくれてるから、
イエス様が愛してくれているから私たちは人を愛することができます。それでは、証しタイム行きましょう。イエス様を信じて、イエス様を信じて、ああ、私には愛がなかった、私には愛のないことを言ってしまった、愛のないことをしてしまった、愛がないということを通して罪が分かった証、愛がないことによって自分の罪が分かった証、スタートスタート。リビさん、分かりましたか？愛がないことで罪が分かりましたか？愛は地球を救う、日テレのですね、24時間放送、愛は地球を救う、これは合ってますよ、合ってますけど間違ったところが一つあります。それは人間の愛じゃないということですね。人間の愛では地球を救えません。むしろかえって人間の愛はですね、本当の愛じゃないのです。愛は地球を救う、それは神の愛が地球を救う、神の愛が地球を救う、そこのところ大きな勘違いです。近所さん、韓国と仲良くしないと枕元にイエス様が言っていました。アメン。カナエさん、時間はかかりましたが敵を許せるようになって心が平和になりました。アメン。素晴らしい。サブレさん、その人のために祈ってあげましょう。その人を祝福しましょう。サブレさん、24時間テレビは詐欺番組、金を愛する番組です。結局そうですよね。タイさん、回復に向けて真実の悔い改めが必要だ。アメン。キティさん、人の愛ではなく神の愛で愛するということは祈りでしょうか？そうです、祈りもですね、愛が動機で祈る必要があります。誰かのために祈る、それは愛が動機で祈るということですよね。日本のために祈る、これも愛が動機です。不純な動機で祈るということもあるかもしれませんが、私たちは愛で祈るべきです。また逆に愛があれば祈りたくなるということです。愛がないから祈りたくない、愛がないから祈らない、愛があるから、祈りたくなるんですね。ユビさん、私は一人っ子だ。イエス様も一人っ子ですよ。イエス様も一人子と言われています。イエス様は神の一人子、ユビさんも一人子です。エチルさん、さまざまな宗教がある中でキリスト教の神に対する愛だけは平和は来ないのではないのですか？エチルさん、本当の平和は愛があるところに平和があるのです。愛があるところに平和があるのです。ですから他にはないのです。他に平和はないのです。神の愛があるところが平和です。ですから私たちは的外れになってはいけません。的を絞りましょう、ね、的に命中しましょう。その的とは何ですか？それは神の愛です。神の愛に、焦点を当てるのです。神の愛を求めるのです。それが的外れではないのです。しかし私はあなた方に言います、私の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。モーカさん、イエス様を信仰する前は愛のない行いをしていました。今は人の幸せを祈り
励ますように変えられました。救われました。感謝します。モーカさんは信じる前は愛のない行いをしていました。それは、全ての人がそうです。私もそうです。私も恥ずかしいです。ね、もう本当に、愛がないいろんなことをして しました。人を苦しめ、人を裏切り、人をないがしろにしました。約束を破りました。私たちは恥ずかしいのです。愛のない言動が恥ずかしいということを理解しましょう。愛のない言動、私は本当に、全ての罪を許してほしい。全ての過去の罪をイエス様に許してもらわなければ、あまりにも、苦しい、あまりにも恥ずかしい、あまりにもですね、申し訳ないと思います。そういうわけですから、私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょう。私たちは愛を持って平和を作ります。人と人を憎んだり、恨んだりしないで、人を許して平和を作ります。神の愛によって平和ができるんです。そして霊的成長、その霊的成長とは 何かと言いますと、私たちがどれだけ愛せるかということですね。どれだけ隣人を愛せるか、それが霊的成長です。未熟だったらなかなか愛せない。未熟だったらすぐにカチンとくるとか、すぐに復讐するとか、すぐに、罵り返したり、まあ、それは未熟なわけですね。でもだんだん成長して、ね、カチンと来なくなる、言い返さなくなる、復讐しなくなる、その人のことを祈れる、その人に優しい言葉をかけられる、そうなってくると、それが本当の霊的成長です。それが霊的成長です。それを私たちは目指しています。私たちはそれを訓練し、私たちはそれを目指しています。隣の外人にずっと大声で電話してうるさい。じゃあ彼を許しましょう。その外国の人を許しましょう。神様が、劉備さんに、愛を実行するチャンスをくれたんですよ。まさに、それは、訓練ですね。訓練するチャンスをくれたんです。モンコさん、霊的成長をもっともっと目指します。13、イエス様にそのことを祈ってみてください。ユウさん、少しずつ霊的成長を感じます。ハンダさん、私も人を傷つけたことあります。でも、今でも傷つけています。ごめんなさい。そうですか。ではですね、今度は傷つけないように、思いましょうね。大丈夫です。ハンダさん、一歩一歩です、私たちは本当に人を傷つけやすいものです。私もそうです。私も牧師でありながら人を傷つけてしまうことがあります。でもその時に私たちは立ち止まって悔い改めて、今度はどうしようか、今度はどう言ったらいいんだろうか、今度はどうやって励まそうか、そこで悔い改めが必要なんです。そして悔い改めるたびに成長するんです。悔い改めるたびに少しずつかもしれない、ちょっとずつかもしれない、その失敗のたびに悔い改めると、少しずつ成長し、いつの間にか、成長すると信じます。いつの間にか成長するでしょう。近所さん、おいらは相手を論破して人を傷つけてしまいました。そうですね、世の中の人はね、論破して、勝とうとしますが、それは意味のないことです。それはまあ何て言うんでしょうかね、相手を言い負かすことによって何か、利益を得ようとしていることでしょう。
まあ結局は欲ですかね。欲で有利にしようとしていることでしょう。でも大事なのは論破することではありません。相手の益になることを考えてあげる、相手の益になることを考えてあげる、真理を愛を持って真理を語る、愛を持って真理を語ることが本当の正しいことではないでしょうか。訓練と思って耐え忍びなさ、耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子はいるでしょうか。アメン。安子さん、アメン。それでは、招きをしましょう。今日の放送を聞いて、ああ、罪とは愛がないことだったんだ。嘘をつくことは愛がない。暴力には愛がない。暴言には愛がない。盗むことには愛がない。勧誘することには愛がない。ああ、私の人生は愛がない人生だったんだ。愛がない人生だったんだ。これからは悔い改めて愛のある人生になりたい。イエス様の愛を受けて、イエス様の教えを守って、これからは愛のある人生、愛のある人生を始めよう。愛のない人生ではなく愛のある人生を始めよう。そう思う方はアメン、アメン。気づかないうちに人を傷つける場合もあります。振り返ってみるとそれに気づき悔い改めます。そうですね、知らず知らず傷つけちゃうことありますよね。画面止まってます。ああごめんなさい、ちょっとごめんなさいね、ちょっとネットがおかしくなっちゃったかな。ちょっと待ってくださいね、ネットがおかしくなったかな。はい、すいません、何か調子が悪くなりました。ちょっと待ってくださいね。なんか調子おかしくなっちゃったです。はい、ちょっとツイキャスがおかしくなりました。ごめんなさい。ツイキャスが、ツイキャスが治るかどうかですね。はい、はい、すいません、ツイキャスがですね、ちょっと何か、トラブルがあって、すいませんでした。途中で止まってしまいました。ごめんなさい。一瞬終わってた。あ、ごめんなさい。ですね、何かトラブルが急に起きました。はい、それで祈りましょうね。天のお父様、私たちは以前は罪の中にいました。愛のないものでした。しかし、イエス様と出会って罪が分かり愛が分かるようになりました。そして今、主よ、悔い改めます。愛のなかったことを認め、これからは愛のある言動をしたいのです。そして、愛にあって成熟したいのです。そのわきまえのないもの、無慈悲なものではなく愛に満ちたものになりたいのです。イエス様のように、イエス様のように愛の器になりたいのです。どうぞアメンといった方々が新しく作り変えられて、精霊によって愛の器になりますように。愛の器になり、捕らえ人を自分のように愛し、敵を愛せるようになりますように。そこに素晴らしい栄光があります。そこに素晴らしい革命があります。そこに素晴らしい奇跡が起きます。どうぞアメンといった方々が神の愛の戦士になり、積極的に
愛を示すようになりますように、祝福してください。彼らを祝福し、彼らの家族を祝福し、彼らの周りを祝福し、驚くべき愛のリバイバル、愛の革命が起きますように、彼らを祝福してください。深い悔い改めの中で、深い悔い改めの中で愛の働きができますように、イエス様が彼らを祝福してください。日本にはあなたの愛が必要です。人々にはあなたの愛が必要です。イエス・キリストを信じる者によって愛が流れていきますように、愛が流れていきますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、ありがとうございました。皆さん、とても大事なポイントを学びました。明日はペンテコステです。一緒に、礼拝しましょう。一緒に礼拝して、私たちが、神の愛を知ったことを喜びましょう。神の愛を知ったことを喜びましょう。それじゃあ皆さん、明日の朝10時半、夜は、今日の夜はないんです。明日の朝10時半にお会いしましょう。シャローム、シャローム、シャローム。良い一日を、良い一日を。シャローム、シャローム。